皆さんご機嫌いかがでしょうか。大和物語の第38弾です。今日はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは「先」という漢字を崩したものです。次は「帝」。これは「の」。次は漢数字の語「5」。 という漢字を崩したものです次は能力の「能」という漢字を崩したもので「の」と読みます次は「み」これは「こ」そして「の」次は「ご」という漢字を崩したものです次は「む」これは「春」という漢字を崩したもので「す」と読みます 次は、免許の面という漢字を崩したもので、目と読みます。次は、八という漢字を崩したもので、歯と読みます。これは、一。次は、じょうという漢字を崩したものです。次は、の。これは、君という漢字を崩したものです。次は、と。 これは、い、そして、て。ひです。次はて、それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう先代の五の巫女の御娘は一条の君といて。先代の五番目の巫女の御娘は一条の君とい となります次はここからです拡大して読んでいきましょうまずこれは京都の京という漢字を崩したものです次は極めるという漢字を崩したものですこれは語という漢字を崩したものです次は息という漢字を崩したものです 次は、ところという漢字を崩したものです。これは、の。これは、ごという漢字を崩したものです。次は、も。これは、と。次は、みみという漢字を崩したもので、にと読みます。次は、さ。これは、ふ。そして、ら。 次はひ。これはたもうという漢字を崩したものです。次は介護の介という漢字を崩したものでけと読みます。次はり。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。京極の見やすどころの音もとにさぶらいたまいけり。 峡谷の見休んどの御元に仕えていらっしゃった、となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは、よ。次は、く。これは、も。そして、あです。次は、ら。これは、ぬ。 次はことという漢字を崩したものです。これは安倍さんのあという漢字を崩したもので、あと読みます。次はり。これはて。次はまんという漢字を崩したもので、まと読みます。次は可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。これはて。 次は「たもう」という漢字を崩したものです。これは「ふ」次は「て」それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。よくもあらぬことありてまかでたもうて。よくもない事情があってお下がりなさってとなります。 次はここからです。拡大して読んでいきましょうまずこれは「湯」これは「木」ですこれは「の」次は「か」これは「見る」という漢字を崩したもので「み」と読みます次は「の」そして「め」 これは、にという漢字を崩したもので、にと読みます。次は、て。これは、い。次は、まんという漢字を崩したもので、まと読みます。次は、す。これは、可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。次は、り。 それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。「雪の神の目にて今すがりて」「雪の神の妻となっていらっしゃった時の歌」となります。「雪の神は雪の神」です。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。 まずこれはた。次はまんという漢字を崩したもので、まと読みます。次は佐藤さんのさという漢字を崩したもので、さと読みます。これは可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。次はみみという漢字を崩したもので、にと読みます。これはと。次はふ。 そして人。次はあです。これはら。次は八という漢字を崩したものではと読みます。次はわ。これは多いという漢字を崩したものでたと読みます。次はの。これはものという漢字を崩したものではと読みます。 これはらです。次はな。次はけ。そしてきです。次は本という漢字を崩したもので、ほと読みます。これはにという漢字を崩したもので、にと読みます。次はあ。これはけ。 次は「て」これは「い」です。次は「ぬ」これは「と」そして「こ」次は「おい」という漢字を崩したもので「た」と読みます。次は「へ」これは「よ」 それれでででは、これまで読んでき「たところを振り返ってみましょう。さかに問う人あらば綿の原、嘆きほにあげて犬と答えよ」「私のことを尋ねる人がおりましたなら海原を悲嘆の声を上げながら言ってしまったと答えてくださいな」となります。 今日はここまでです。それでは皆さん、またお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。